今度はみんなが憧れたポピュラーな名車部門、はい、ポピュラーな名車をちょっと見ていこうじゃないかという、はい、どこに憧れたのかなっていうのを紐解こうかな、はい、さあどうぞ。007でもにも出たというトヨタの2011ですね。これは Z でも432というね。おお、その隣で GTR だぞと、その隣にも GTR だぞと、その隣にレヴィンだぞと、トレノかなだぞと、その隣にダルマセディちゃんだぞとで、後ろにリフトバック、じゃあまずはこのトヨタ 2000GT。 高値の花だったな、当時こういうのね、買えなかったですよね。買えないって今がなんかもっと買えないですもん。もっと買えなかった、もっと買えないですよ、すごい値段で。なんかジャグアーの E タイプみたいな感じしますね。あ、しますね、イメージそうですね、これいくらですか？1300万。あら、そんなこと言ってんですもの。言ってあげてないよ。バブルはまだ弾けてないですかね。ここだけ気がついてないの。ここだけ。2000G ってかっこいいな。ところが見てください。ここ、え、なんすか、ここ。ああ、こういう細かいなんかね、細かいですよね、あれでしょうね、フェラーリでいうと、うん、デートナクーペとか感じですよね。そうですね、そうですね。これなんかデートナクーペはちょっとこの辺は縮めてしまったかなっていう、これがもうちょっと鋭くなるとデートナクーペになるかなって感じですよね、イメージがね。デートナクーペ4小節に、あと4小節が E タイプ。ああ、そうですね、そういう感じですね。よく見るとこのライト関係なんかは、ちょっとここだけ見て、ちょっと幅広げたらシトロエンかなって感じもしますよね。そうですね、そうですね。ここだけ見るとね、いろんなもの入れたんでしょうね。さあ、お隣が432ですからね、これは隣の GTR と兄弟車両ですね。はあ、そうか、兄弟車両になるわけですけどね。形は Z だけども、中は432ってことは中は、DOHC なんだぞと、はあ、当時ツインカブなんだぞっていうエヴァってんですよ。うわでかいな。彼は自慢なんですよ。分かる、それでこう今開けてたんだ、うん、ね、見やすいようにね、見やすいように、これが自慢なんだから見てくれよって。まあ、普通の Z じゃないんだ。綺麗にしてるもんね、この432ってのがなんとなくこうありますな。なんかいいものありますね。来るものありますよね、フェラーリ DZ432、これなんか意味あるの432って。4バルブ、3連キャブ、ツインカム。なるほど、そういう意味で432なんだ。そうなんだ、すごいな。432は縦にマフラーが2つだぞと。なるほど、あ、そうなんだ。ありますね。でも欲しかったけど買えなかったもの。これ今でも高いでしょ。430ぐらいで考えてるんですけど。これ、430万だそうですよ。兄弟車両も今いい値段してますから、こっちの。あ、そうなんですか。 GTR も結構高かったんですか、当時。これ値段として高いですよ。今だって高いよね。高いですね。400万から500万はするんじゃないですか。はー、これですよ、兄弟車両400、500。 GT はブルーっぽいガラスなんだけど、ガラスが透き通ってるんですって、この GTR は。そうなんですか。あ、そうですよ。これは当時でもレースで活躍してましたからね。早かったですからね、これはね。かといってこの頃のは、あの、今の車と比べて速いのかって言われたら、今の車と比べちゃいけないんですよ。なるほどね。当時の味わいで速いという、次のスカイラインのケンとメリーの GTR だそうです。これがね、レーサー台数197台。買えなかったな、これも。ね、当時新車で100何万ですよね。162万ぐらいですよね。ですよね、当時162万だったんですけども、当時の162万って言ったらすごい高いんですよ。そうですよね、今やこれはおいくらぐらいの値段がついてるんですかね。5、600万じゃないですか。5、600万ですよ。本当、ただ当時160何万の値段がついた時、ガソリンは50円するかしないかだったんですけどね。それからまだパンが15円ぐらいの時代ですよ。そうなんですか。さあ隣が、トレノですね。レヴィン、トレノの一番初めですよ。これも買えなかったですよ。欲しかったけど、僕らは18くんぐらいの時欲しかったけど買えなかったけどもですね。だからこのオーバーフェンダーにみんな憧れたんですよ。このオーバーフェンダーだけ買ってきて、その頃のあのカローラの SR かなんかにくっつけちゃって、俺ね、お前レヴィンだぜなんていう同級生がいました。綺麗な色ですね、これ。当時ね、この色が流行ったんですよ、モスグリーンっていうの。あ、国防色って言いますけどね。でもね、モスグリーンが流行ったんですよ。へい、モスグリーンだよ、やっぱりなんて。そうなんだ。で、あのセリカなんかもやったら GTV なんてのはやっぱりモスグリーンで出ると、やっぱり走りはモスグリーンだなんて。あ、そうか、勝手に思ってた頃。そこでこう競り合ってたわけね。競り合う、モスグリーンじゃなきゃ。なるほどね、これスプリンタートレーナー、今おいくらぐらいするんですか。今130兆ぐらいですね。130万ぐらい。誰もセリカ。いいじゃないですか。当時はかっこよかったんだけどなって、今もかっこいいですけどね。斬新な形ですよね、これね。ねえ、これは外国にも人気あったんじゃないですか。アメリカなんかでも未だにいます、ありますもん、これ。走ってますもん、それで。
そうですね、うん、当時だから僕らがいろんな夜中なんか走ってると、もうセイカとかトレノとかレヴィンとか、こんなんばっかりですよ、スカイ。この辺の車ばっかり。ああ。みんなが乗ってた。みんなが乗ってたの。いわゆるポピュラー。友達に行くとこんなのがあった。なるほどね。でこれの後に出たのはセイカのリフトバックと。あ、これはもうだから当時出た時は「おおムスタング見て」とか、うんうん、そんなことで盛り上がったんですよ、うんうん、こういうところが、うん、なるほどね、なんだ ムスタングのリフトバックみたいだなーなんてかっこいいなーなんてんで盛り上がったんですよね。リフトバックって今いくらぐらいするんですか。高くて100万円ぐらいですか。高くて100万円だそうですよ。当時名車と言われてたのは気が付くと全部ツインカム。なるほどね、一応全部 DOHC だぞこの野郎っていう。だってあの頃DOHC って言ってるだけですげえ、うんうん、レースカーだこれって言ってたんですもん、うんうんうん、今や当たり前になっちゃってますけどもね、うんうん、今やもうそれのおばさんのお使い車にも DOHC になってますから、